先月末で一時営業を終了した郡山市のショッピングモールフェスタは、施設を建て替え、3年後のリニューアルオープンを目指しています。審議検討の結果、意見はありません。県の審議会は、事業計画などについて条例に基づく意見はないとした上で、運営会社と立地する郡山市に渋滞や交通事故を防ぐ対策や防災などに取り組むよう要望をまとめ、県に答申を行いました。農地となっている部分の宅地化が誘発する恐れがあるのではないかというふうに思っておりますので、そういった周辺市町村と連携しながら土地利用上の問題をどうしていくかということについて対策を行ってほしいというふうに思っております。県は答申を踏まえて意見要望を出すかどうかを検討し、来月20日までに決めることにしています。